マリナってる大根なってる。はい、 FBS アナウンサーの小林マリナです。20日大根の成長ぶりをお届けするこの動画も4回目となりましたので、登場の仕方をちょっと変えてみました。それだけです。まあ、さて今ね見ていただきましたけれども、20日大根15日目となりましたよ。だいぶ成長しましたよね。で、あと5日で収穫なんです。できるのかな収穫、まあ、わからないんですけれども、そこを目指して今日は2回目の間引きを行っていきます。では2回目の間引きスタート。で、まずですね、この15日目の今の状態を見ていただきたいんですけれども、いや、前と比べてだいぶこの一枚一枚の葉っぱが大きくなったの分かりますか？もう、すくすく育ってるんですよ。でもね、ちょっと見てください、これ。ほら、こんな綺麗に食べちゃって、虫食いがね、ところどころされてるんですよ。もう悲しい。なんでこんなに穴開いちゃったの？結構いっぱいね、しかもこの1、2箇所じゃないんですよ。結構いっぱいね、食われちゃってるんですけど、これが自然というものなんですかね。まあ、とにかく間引いていきます。で、こういうですね、虫食いされちゃったのとかあんまり育ちが良くないやつをとりあえず抜いていきましょうかね。あー、かわいそう。抜きます。お、はい、抜けました。まあ、指3本分ぐらい開けていきたいので、それも考えつつ、これもあんまり育ち良くないかな。はい、おー、抜けました。あ、でね、あ、見てください、ちょっとここ赤みがかってるの分かりますか？これがですね、成長して実になる部分なんですよ。いやー、育ってきてるな。いい感じに抜いていきますよ。さて、抜けました。はい、いや、でも、あの、前回の1回目の間引きの時に比べるとやっぱ一本一本が大きいですし、だいぶですね、あの、この間引いた様子見てみても野菜感が出てきました。野菜っぽい、いや、野菜なんですけど、なんだろう、このあれ、語彙力がないな。まあ、いい感じにできたということです。さあ、無事に間引きが終わりました。で、まあ、あと収穫まで5日ということでですね、問題なく何も起こらずにいけば次の動画が収穫前ラストになる予定です。また次回お会いしましょう。バイバーイ。